哇，好长嘅商店街啊！喂，李慧，你最中意 shopping 啊？好开心 ，shopping shopping 买嘢先。李慧，你睇下，那个好丢丢。哇，饺子 num pizza pizza， 饺子饺子 pizza， 哪里过来？面白いね。宇都宮は餃子がすごい有名だから、こういうこともありえるんだ。ピッツァと餃子の奇跡のコラボ、本当に奇跡だよね。餃子の皮だってこれ。え、何も一緒これ。え、アンテナショップ。何やこれ。これは日本でアンテナショップと言ったら、だいたいその土地の名産品とか情報を外に向けて発信するお店のこと。咁我慢慢地搞起食下先。嚟到宇都宮梗係買餃子咧，咦？咁輕嘅，你睇下。Potato chips。啊，これ potato chips。餃子名嘅 potato chips。匂い嗅いでも。うまそうな。わからないと思うよ。あとこれ、餃子花生。餃子啊餃子，花生就花生，餃子花生啊。香港都有南柚花生啊。南柚花生。你係咪講南乳花生啊？係啊，係啊，都幾好食噶。阿杜啊，嗯，哦，阿杜煮多啲啦，阿杜。啊，餃子薯條，阿杜啊，餃子煎餅都有喎。好食啊！哇，做煎餅都得喎。咩唔得 ？Pizza 都得啦。呢個仲得，哇！買咗呢個翻去，可以種只餃子出嚟，餃子の種。ご注意ください。この種を畑にまいても餃子は実りません。え、やる人いる。餃子の花咲いてるのここ。可愛いね。これ何？これは、あ、カシューナッツ。外人名でカシューナッツ。すげえ、さすが。美味しそう。宇都宮は餃子の町だね。来れば愉快な宇都宮。ドンドン。発見。レモン合うない。咩噶？栃木のすっごい有名な飲み物。お、レモン合うないや。レモンない？美味しいんだよ。有名なの？有名。でも栃木県以外の人にとってはレモン合うないって聞いたら、はあ？なんだか。でやっぱり思うんだけど飲んでみたら意外と美味しい。で栃木の不思議な飲み物として有名になって今お土産もいっぱい出てる。わ。クッキーとかキャンディーとかおまんじゅうとかみんな栃木に来たら結構買って帰るんだ。美味しいかな。飲んでみ。支払う。ストローが出てきた。もう準備されてるんだ。はい。OK よ。うん。あ、半分レモン半分牛乳じゃなくてレモン味つけた牛乳だね。そうそう。うん。ちょっとついてて甘くて爽やかで美味しいよね。おい老友。你最喜欢的雪糕悠悠悠啊！系喎，柠檬雪糕，柠檬雪糕，悠悠悠。哇！你又发现咗啲咩？悠悠。哇！もう一個ある、これも。甜筒蛙。嗯，美味しそうだね。あ、結構いい。でも私はこれじゃなくて、はい、しまって、溶けちゃうからしまって。はい。おやまえ。これじゃなくて、あっちがいいんだ。あっち。うん。こんにちは。大人のレモン牛乳ジェラートを一つください。はい、ありがとうございます。わあ、すごい形。フレッシュなレモン合うない出荷は。ん？ちょっと待って、ちょっと待って、なんで先に食べるの？ああ、まだちょっと時間。うん。味がちょっと知りたい。味がちょっと知りたい。食べてね。どう？あ、酸っぱさが。少し本格的。うん。でも、うん、あの恋愛よりちょっと甘い。うん。でも苦味があってレモンが本物のレモンが入ってる。あ、そう。確かにちょっと大人の味。これ。うん。本当のレモン。うん。なんでまた食べてんの？私のオーガー。さすがレモン牛乳の町。くれば愉快な宇都宮。レモン。餃子の町、カクテルの町。そしてジャズの街とも言われる宇都宮、その魅力を多くの人に知ってもらいたいという思いからこんな CM まで作られました。さすが
カクテルの街。住めば愉快な宇都宮。ありがとう。いよいよ栃木一周の旅最後の夜、フィナーレを飾るのはこちら、宇都宮の名物居酒屋です。居酒屋おいしい。日本の心、これトロおいしい。うん、お刺身とか、うん、あとお豆腐、冷たいお豆腐にこう鰹節いっぱい乗せて冷ややっこ、うん、冷ややってる料理だね。そう、あとこれはここのお店の名物だし、揚げ餃子。この餃子の姿を見たことない。面白いよね。トクトクですね。うん、あとソースもなんか、これは多分ね、お酢とラー油、七味かな。そう、ね、うん、あとこの強大な唐揚げ、ザーガイ、ザーガイ、ザーガイ、これ何、これ、これはこの鍋、ここの、これも名物なんだって。栃木産の地鶏の鉄板焼き、いい匂い、うん、蒸し焼きになるね、これ野菜いっぱい乗ってて。あとこのやっぱり枝豆とかお漬物とか、うん、そしてビール、うん、お刺身、これがもう日本の居酒屋の鉄板メニュー。大丈夫ですね、うん、おかしいこれですよ。なんでなんか住宅街の真ん中に、うん、この店があって、うん、でも全然分かりづらいじゃん。分かりづらいよね。宇都宮駅から車で20分ぐらいかかったよね。そうだよ、うん、でもなんかこんなにたくさんスジャンが来ると、そう、何かあるんだよ、何かあるな。あっち側なんて外国の撮影クルーばっかり、うん、壁いっぱいに。なんか隠してるかな、うん、あ、このメニュー私隠してるんだけど、うん、何がこのメニューねなんでそんなに驚くんだよ。驚いてんの。いや、なんでなんかすごい、もう全部英語。なんで、個人の経営してるすごく小さな居酒屋さんなんだけど、ものすごいインターナショナルだよね。世界有名だね。なんで。いや、とにかくちょっと食べてみて、途中に派遣できるかもしれない。네시아신은그런중간에뭐까먹나여기전반대로래다야뭐예심뭐와아근데맛있어맛있어응우대그래서그뜻이되겠다와이씨야우씨야거네아브라스도넣ってるよこの鶏栃木の地鶏아이따기마스이따기마스아아그아그아그까우기이매우야저기는롱메가아니롱메요아니가습관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 습へえ。こんにちは。これが名物ですね。働いてるの？サルさんですね。何かしてくれる？サルさん。そうです。おしぼりちょうだい。はい。おしぼりちょうだい。おしぼりちょうだい。お、なんか出る？あ、本当に持ってた。うわ、すごい。おしぼりちょうだい。かわいい。ありがとう。ありがとう。わ、お猿さんのサービスですよ、ここの。すごーい。じゃあ、おとしやしし、うん、ビールちょうだい。はい、ビールねー。え、違う、ビールちょうだい。本当？ビールも？はい、ビールちょうだい。お、来た来た。わー、来られてた。えい、ビール。ビール、ありがとう。わー、我史上第一次从马路上就攞只啤酒啊，すげえ。すごい。働いてるの？栓抜き。栓抜き。栓抜きちょうだい。ちょうだい。花瓶器。わ、来たよ。え、唔该晒。花瓶器。ありがとう。何啦 ？Thank you。ありがとう。哇，佢只手好柔软啊。可爱。嗯，どこに？嗯，呀，乗ってる。可爱。やだ。嗯，ごめんね、びっくりしちゃった。乗ってる。幸せ。重さを結構感じる。最来よ。可愛い。動かないでね。後ろ今バランス取ってるから。本当？これ好そうだね。すごいね。そう。はい。リラックス。リラックス。ちょっとリラックスできる。おいや。わあ、ありがとう。ジュース、ジュース、ジュース。
はい。あ、飲んでる、かわいい。すごいかわいい。あ、もうの席とおやが。喉乾いたね。あ、美味しそうに飲んでる。我第一次见马骝饮汽水。幸せ。香港最近いろいろ大変なんだって。我过后呀，我操。好啦，咁我走嘛，我走啦喎。喂 ，baby。喂。我老友啊，我老友，差点都同事错 NG 嘅意。結構重いね。うん、ずっしりくるよね。あ、でも今ちょっとなんか体の一部になってる気がする。あんまり動いちゃいけないって。あ、そっか。うん。今ねバランス取ってんの、福ちゃん。すごく。うん。わかった。このお店の人気の秘密があそこにある。野生のお猿が働くお店。おしぼり一本が世界へ。もらいましたね。日本の伝統と世界遺産の町、日光鬼怒川、神秘的な九尾の狐の伝説、那須高原、世界を魅了した幻想的な花の世界、足利、モータースポーツの聖地、モテギ、人間と一緒に暮らす猿たちとの触れ合い、宇都宮、東京からたった2時間以内で行ける別世界。栃木県で待っているのは美しい大自然とたくさんの新しい出会いです。